朝8時。今日も綺麗だ。エベレスト。おはようございます。エベレスト。今日はこれから順応です。ちょっと歩いてみます。裏山を。逆走っていうんですけど、ちょっとこうなってるんですよ。その滑らないそーっと行くところが結構ある、まあ、今みたいなところが結構あります。まあ雪が乗ってれば全然いいんですけど、岩が出てるときは岩カリカリ行くんで、はい、そーっとそーっとそーっと行きます。全面乗せる感じですか？全面、なるべく全面乗せて、岩の場合はあんまりこう角使わないように、エッジ立てないように。でもまあ傾斜が出てきたらボールド探して乗せるしかないんですけども、まあ、そんな微妙なとこがないので、うん、大丈夫です。切り込んでます。あ、ちょっと滑りやすいってことですか？そうです。この辺り、はい、本当だ。これね、結構乗んない。もうちょっと来てから入るの。こういう風にもう氷になってるところは平らなところでも一応こう一歩ずつここに蹴り込んでるんですよ。ただ押すとズルンといっちゃうこともありますので、平らなところでも全身使うこういうの、はい、蹴り込むんです。そうですね。今回のチベット側のセカンドステップ8000何百メートルぐらいかの、まあ、このぐらいのピッチでこのぐらいの急さみたいです。ハロー、ハロー。8700地点でこのぐらいの急さでこのぐらいのピッチがあるみたいです。8700でセカンドステップ、今回のエベレストこのぐらいってことです。8700でこんなの登るんだね。やばい。こういう斜面の時に前傾してなるべくピッケを前に出して、はい、つま先重心。へえ。しちゃいけないわけ。安定しちゃう。こういうところはストックをなるべく前に出すと、ストックを前に引くと自然に前傾するんですよ。そうすると滑らないです。はい、かかとで降りようとして、つま先で降りようとしてる。そう。上りは苦しいじゃないですか。下り楽じゃないですか。そう、呼吸しなくなるんですよ。そうすると下降りてから頭痛くなる。だから下りこそ一生懸命呼吸する。これが順応の極意です。あ、なんか、はい。ということで下りは一生懸命してください。はい、お願いします。あれがベースキャンプですね。こちらの